今日は火曜日ですけど、火曜日ってね、まあ、僕は今日はワールドカップをお酒飲みながら見るんで、早めにババッと、YouTube の方は編集してアップして、まあ、準備してって形になろうかなと思うんですけど、火曜日といえば火曜10時のドラマって僕しばらく見てないんですよ。ここ最近は今日ですよね。あのクズを殴ってやりたいんだって、奈緒が主演で、あの玉森が相手役っていう。玉森くんはね、ボス恋の時以来ですか。ボス恋は見てましたけどね、視聴率良かったですよね。だいたい全部2桁いってましたけど、それ以来って感じで。でもキャラは全然違うんですよね、ボス恋の時とはね。ボス恋の時はなんかふわふわした感じのお兄ちゃんみたいなね、つかみどころがない男の子みたいな役でしたけど、今回はなんかクズ役ですか。で、すごい痩せましたよね。めちゃくちゃ痩せてるなと思って。なんかあれは役作りなんでしょうけど、非常に痩せすぎてるんじゃないかなと。なんかあれだけ痩せるとちょっと老けて見えるなって感じがしたんですよね。なんか不健康に痩せたなと思って。で、まあ、で、これ僕ね、だからチラッとだけ見たんですよ。最後の方かな。チラッとだけ見たんだけど。やっぱりちょっと見る気が起きなかったですよね。うん、次回から見ようかなっていうような気にはなれなかったな。なんか、これオリジナルストーリーなんですよね。見てて恥ずかしくなったみたいな。こっちが、みたいなね。だからそれが最近続いてる気がするんですよ。この火曜10時のドラマって。特に僕がそれを一番感じたのは、あのバスアーが主演したボーイズグループ5人と、その寮母さんみたいなバスアーがやる、その恋愛物語っていうね。あれがものすごい視聴率悪かったですよね。4% とか 3% ぐらいでしたっけ。このあのクズを殴ってやりたいんだっても初回 6.6 なんで、まあ、決していいとは言えないですよね。初回は必ずいいはずなんで、そっから上がるってことはないので、5% 台とかまで落ちるんだろうなって気はするんですが、ちょっと思うのはですね、やっぱりね、最近ネットフリックスがこんなに普及してですね、ドラマの質が上がったというか、家の中で家庭で見る、まあコロナもあってね、家時間ってのをみんな大事にするようになったじゃないですか。まあ僕もまさにそうなんだけど、じゃあ家で行って有意義に時間を過ごすっていう時に、まあネットフリックスっていうのは一つの、要因になっててね、この前も地面師たち見ましたけど、いやあれはもう世界的に評価されるのはめちゃくちゃわかるぐらい面白いドラマだったなぁなんて思ってて、ああいうレベル高い、まあ、もともと多分日本のドラマを作る制作スタッフっていうのは極悪女王もそうなんだけど、忍びの家なんかもそうですけど、とてもいいものを作るポテンシャルは絶対あるんだと思うんですよ。日本の制作スタッフだったり俳優さんだったりっていうのは。でも、やっぱりお金の制限とかもあるんで、やれることって限られてきて、テレビのドラマってどんどん面白くなくなってきてる。と思うんですよ。やっぱり昔金がある時に作ってたドラマってやっぱ面白いかったっすよね。例えば、まあ、極端ですけど、西部警察とか、ただただ爆破をボン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 あんなにしたらやっぱり面白いじゃないですか。まあ、最近やってる映画でやってますけど、踊る大捜査線とかもね、金かかってますよ、あれは。で、リアリティがあるんで、面白いに決まってるわけですよね。で、あとはもう、そこに、何をどんなストーリーにするかっていうのは腕の見せ所っていうところになってくるんでしょうから、最近のは多分かなり制約がある中で作ってんだろうなって思うんですよね。この予算の中でやりましょうよっていう、なので厳しいのかななんていうふうに思ったりするんですけど、で特にこの火曜10時っていうのはラブコメじゃないですか。まあ胸キュン枠なんて言われるけど、やっぱラブコメですよね。ここ最近はずっとね、やっぱラブコメっても限界あるんじゃないですかっていうふうに思うんですよね。そのラブコメのドラマっていうものがもうオワコンなんじゃないですかねっていうふうに思うところがある。言ってしまうと、この火曜10時に関して言えば、あ、まあラブコメ全体に言うのかもしれないけど、恋は続くよどこまでもがピークな気がするんですよ。恋は続くよどこまでもを頂点に、もうまああれが頂点になっちゃったんじゃないですかっていうところで、それ以上のラブコメってのはもう出ないんじゃないですかっていうふうに思うんですよね。出ようがないんじゃないのかなっていうふうに。僕は、あのドラマももちろんね、ずっと僕はこの YouTube をやった時はこいつの話をよくしたと思うんだけど、やっぱりたまたま見た
けど、やっぱりずっと言われ続けるっていうのはやっぱ奇跡的なドラマだったんだな。で、原作もいいし、出演者もいいし、脚本もいいしっていうね。まあ、奇跡的に、多分あれを放送したタイミングってのも良かったんじゃないですか。コロナになるちょうど直前で、家時間とかを大事にするような時で、みんながドラマを見ようと思う気持ちになったとかね。なんか多分いろんな要素が混じり合って、あのブームになったんだと思うんですけど、まあでもあれを超えるものはもう出ないだろうなと思うんですよ。出ようがないなと。だからまあ佐藤健さんももうラブコメには出ないみたいな。もういいやっていう話をなんかしてたの中で読みましたけど、ね、よく言うのはこいつずまたやらないんですかなんていう質問の中で、いやもう自分の中でもやりきったんでもういいでしょうっていう話をよくするんだけど、まあなんとなく気持ちがわかるのは、もうこれ以上ラブコメっていうのは、それ以上のもの出てこないんじゃないですかというものを佐藤健さん自体が分かってるんじゃないのかなと思うんですよね。もうラブコメはオワコンだよと。それよりももっと、もちろん恋愛もあるけど、恋愛プラスアルファの部分をもっと面白いエンタメ化して作るものが流行ると。しかもそれは金かけてと。それがネットフリックスでは可能だよっていうことを、まあ言いたいんだろうなって感じはいたしますよ。まあただラブコメではないんだけど、日本のドラマでキムタクのドラマだけは面白いんですよね。キムタクが出ると必ず外さないっていう、なぜかね。ワンパターンだからですかね、なんかね。やっぱちょっと求めてるところがあるのかな、キムタクのあの演技を。この前のあの橋の話も面白かったですけどね。